ちゃえやん。ジヘイの動画解放軍、動画で解放とかめっちゃええやん。ジヘイの動画解放軍、最近コメントでもらうちっちゃいものをカメラに映すときにどうしてみんなこう手をかざすんだ、あれが嫌だ、有名ビデオブロガーの真似じゃないのか、そういう意見聞きます。確かに YouTube の How to 本ですとちっちゃいものを映すときには手のひらをかざしてそこに置く、そう言われてるんですよね。これって何かの儀式なのか、じゃないんですよね。じゃあちょっとやってみましょうか。このメモリーカードそのまんまこう見せる、ピント合ってないですよね。合わないんですよ。この時に手を当てる、手のひらにピントが合う、この状態で見せると、この状態だとしっかりとメモリーカードフォーカスが合ってますよね。もう一回やってみましょうか。これだとフォーカスが合わない、でも手を当てるとそこにフォーカスが合う、こういう理由なんですよ。だからフォーカスを合わせるのに非常に便利なテクニックなんですよね。でも何かワンパターンで嫌だ、じゃあこうしましょうか。まずここで私がこのメモリーカードを見せます。その時にまずは手を当てる、それメモリーカードをここに置く、この状態で話す、そうするとメモリーカードにフォーカス合ったまんまですよね。これでいいと思うんですよね。これでこのメモリーカードはそれでどける、そう再びフォーカスは私に合う。まあ仕方ないですけど、最初は手をかざす、それメモリーカードを置く、そしてフォーカスがあったら手をどけて、そしてメモリーカードはそう見せる、そして外す、そうするとこういう手が見えないじゃないですか。だからこの手が気になる、そういう人にとってはいいのかなと思いますね。確かに実際にテレビとかですと手なんかかざしてないですよね。なぜ YouTube になってこんな手かざすようになったのか、これカメラを操作する人いないからですよ。全てオートフォーカスに任せてる、だからこうなる。手をかざしてオートフォーカスを手に合わせて、そこにちっちゃいものを置く。まあ従来はここまででしたけど、この後手をかざして、そして手をかざしてる部分は編集でカットする、そういう方法を使えばテレビっぽくなるのかな、そう思いましたね。まああとちょっとめんどくさいですけど、別撮りする、何かちっちゃいものを白い紙の上にでも置いといて撮影、そういう方法もいいかもしれないですね。まあ私もこれからやってみようかなと思いますね。手をかざす、見る側からしては何やってるんだろう、そう感じさせるみたいですね。じゃあえやん。ジヘイの動画解放軍、チャンネル登録よろしくお願いします。ジヘイの動画解放軍、チャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。